え皆さんこんこにちは私は聖華大学の国際学士班2年生の斉藤亮です、えー、まずこの学科は新しい学科なので、まあ、まあ主に外国人を募集しているのでやっぱり一番大事なのは言語になってくるんですけど英語は中国語はもちろんのことやっぱり英語もちゃんと学んどいた方がいいなってまあこの自分自分全然英語できない人なんで改めて 感じています。あとはそうですね。安心して来ても大丈夫だと思います。やっぱり先輩方もそうですし。あとはオフィスの人もすごく親切な方ばかりなので。緊張せず安心して。この学科に来ても大丈夫だと思います。あとは先生たちとかも。その僕たちが外国人なので、やっぱり外国人との接し方を分かっている先生で。 授業でもその分からないことがあったりとかしたら全然聞,聞いても全然大丈夫ですし外国人っていうのはやっぱりこの台湾,台湾で行きづらい人たちですごい分からないことだらけでここに来る人たちが多いんですけど、まあ、その分からないことがあったら何でも。 オフィスの方に聞いたりとかしたらちゃんとした答えだったりとかそのサポートをしてくれるのでとってても助かっていますあとはこの学部は本当に僕にとっては何だろうなすごいなんかここで知り合えた人たちがすごいみんなすごくて素晴らしい人ででさまざまな国から来ているから。 みんな違っった視野を持てていて自分の視野もすごい広がったしあとはなんかインドネシア語だったりとか,なんか,えなんか韓国語とかのなんか単語とかをその教えてもらったりとかして面白いなと思って毎日いろいろ刺激がありながらみんなと切磋琢磨できる場所だなって感じています、えー。ありがとうございました